はい、どうも、リュウゾウです。今回は、ナタソースのタブ解説ですね、やっていきます。この曲は、ドロップ D チューニングですね。6弦だけ、1音下げて D の音にしてて、で、3カポで現状キーなんですけど、夏川りみさんバージョンのキーになってます。で、キーこだわらない人は別にカポね、なしでやっちゃっても大丈夫ですね。で、この曲は、そんなに注意点ないんですけど、またいつも通り最初から見ていくと、イントロこんな感じなんですけど、僕の指使いは小指プリングにしてます。小指でこの薬指にプリングしますね。そんなに問題ないですね。で、 A に入っていって、ここはすごい静かなとこなんで、あんまり気合い入れて弾かないようにですかね。で、僕自分の動画を見て分かったんですけど、僕が最初薬指からいってるんですね、これ。で、こっからこのままスライドしてるんですね、薬指で。ただこの指は、ケースバイケースで、僕もその時によって指が違ったりするんで、どの指でもいいと思います。薬指で行くんだったら、こっから4フレットにスライドできるんですけど、人差し指から行くんだったら別に3フレットからこうスライドしてもどっちでもいいですね。別にこっからスライドしないといけないっていうことではないんで、僕はこう言ってます。ここはハンマリングですね。で、この8小節目ですね。僕はこの薬指で5フレットまでスライドして、最後この中指と小指でこの和音を入れてる感じになってます。薬指スライドして、こういう感じで和音を入れてるんですけど、ここも別に中指スライドしてこういう指使いでもいいですし、指使いはここは自由にやりやすいようにやってみてください。で、2周目も一緒ですね。で、2枚目に入って、スライド入れて、このコードで言うとコード D のところからちょっと盛り上がるんで、ちょっと強めに6弦弾いてあげて、でも思い切って全部の弦ストローク入れて、で、ここはこれは僕の指使いですけど、ここに3フレットに薬指あるんで、これをそのまま7フレットまで持っていきます。で、人差し指で5フレットいったらこっちに一回戻るんですけど、人差し指から人差し指なんで、このスライドの音が入るぐらいでちょうどいいと思います。みたいな感じですね。ちょっと沖縄っぽくなりますよね、スライドが。っていう感じになってます。で、A 音 C シャープなんですけど、これもですね、力ずくでいっちゃう人は結構多いんですけど、このコード、これをね、こういう感じでいくとね、すごい力がいるんですよね。これいつも僕が動画でよく言う、小指を持ち替え、こっちに持ち上げるスタイルですね。これだとすごい力いるんで、これじゃなくてこうしてあげると、ちょっとこう小指側を持ち上げてあげると、すごい力入れずにいけるんで、これも試してみてください。こうなってる人はもうこっちですね。で、ここは僕はちょっとネイルアタックっぽいやつでちょっとやってますけど、普通のストロークでもいいですね。でもいいですし。ですね、僕はこの A 音 C シャープの時に、この4弦から1弦までバレエしてるんですけど、このバレエ残したままこう5フレットまで持っていきます。人差し指の、4本バレエはずっと変わらずですね。ここまで大丈夫ですかね。で、こっちに行って G に行って、最初 G 普通に弾くんですけど、ここで一回メジャーセブンの音が入ります。で、ベースがちょっと変わってってなります。で、ベースが動くと。で、ここは E マイナーのとこですね。僕は指使いは
こう置いてて、ここのベースが中指になるんで、僕はこの1弦を小指でいって、小指をそのままスライドさせて次のコードフォームに向かいます。小指またそのまま戻ります。だからこの小指が1弦を動くんで、この自然とスライドの音が入るとちょうどいいと思います。ここもちょっとなんか沖縄っぽい感じを出して、で小指プリングですね、僕はですね、でこういうとこは僕はもうネイルアタックっぽくやってますけど、普通のの ストロークでもいいですね。最初と一緒です、でまた同じです。で F シャープマイナーで、これ最初の A4 C シャープのベースが変わっただけですね。こいつがこっちに行くだけです。注意点さっきと一緒です。あ、ごめんなさい、この F シャープマイナー7に入った時に、バレエをですね、さっき4弦から1弦だったんですけど、5弦から1弦にしとくと次の B7 がすごいやりやすいんで、 F シャープマイナーのところは5弦から1弦バレーにした方がいいですね。そしたら次のこの B7 に入りやすいと、でここからスライド入れて、ここもさっきと一緒です。ベース入れた後にこのメジャー7の音を入れてあげる。ここはネイルアタックっぽくしてますけど、普通のストロークでもいいですね。次の B7 on D シャープは僕はこういう形です。でここら辺ぐらいからこっちに持っていくと、あ、行き過ぎました、ごめんなさい、ここですね。で一緒です、で2回目の A に入って、これは一緒なんですけど、途中から29小節目ですね、こっちにスライドしたら、このスライドで、スライドじゃないや、スケールで駆け上がるとこあるんですけど、ここはなるべく一個一個いくというより、このアルペジオっぽく和音を残しながらいくと綺麗ですね。行くんじゃなくて、手間を残してあげる、こういかないことですね。これで今和音が残ってる状態ですね。でこっから、ここはクレッシェンド気味にっていう感じで、次の D の頭が盛り上がるように入ってあげます。なんでここの A メロはもうちょっとテンション上がってる感じですね。でもあと一緒です。でリピートしてもう一回サビやって、2回目は2括弧に飛ぶん で C セクションに入ったら一気にこうガクッと落とすんですけど、2カッコ入って、ここら辺まで結構盛り上がっちゃって大丈夫です。で C に入ったらすごい静かに、でアウトです。最後ナインスガの音がここに入ってますね。 D アットナインス、という感じで、できますんで、まあ、難易度で言ったら僕のアレンジの中だとすごい簡単な方なんで、まあ、ぜひやってみてください。どうもリゾーでした。